皆さんこんにちは、ルンルンの整理収納術の時間です。整理収納コンサルタントのルンルンこと梶岡ルミ子です。はい、そして司会の僕でございます。ルンルン、早速ね、はい、もう8月でもう夏本番なんですが、はい、もう暑くなりましたね。この時期にね、どんなことをやればいいかということをね、まあ、これからまたいろいろ皆さんにね、見ていただきたいと思うんですが、そうですね、さて今回の、はい、整理収納術ビフォーアフター、どんな内容になるんでしょうか。はい、今回はですね、シェアハウスというねちょっと変わった場所をね、はい、させていただこうと思っています。はい、そして、いつものようにワンポイントアドバイスと、そして、整理収納のコーナー、続けてね、ご覧いただきたいと思います。では今回もよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。さあ、まず最初はビフォーアフターのコーナーです。今回はですね、シェアハウスって何でしょうね。こちらのですね、代表の山本さん、ちょっと自己紹介をお願いできますか。はい、はい、シェアライフデザインの山本康弘です。留学生と日本人が一緒に住むシェアハウスを、松山市内の大学の近くに作っていっています。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、一つの、まあお家を、何人かの人たちで、シェアをするというね、そういうシェアハウスということなんですが、今回は、どの部分を、ね、整理収納していくんでしょうか。今回は、はい、キッチンをちょっとやってもらいたいなと、みんなで使う部分ですね。キッチンですね。はい、ルンルン、いかがですか。はい、はい、いろいろ間取り少しね見せていただいたんですけれども、3人の方が共同で使うスペースが、リビングとキッチンとお風呂周り、うん、そうですね、ということで、一番気になるのがキッチンということでね、今回はキッチンを、やらせていただこうと思います。はい、まあ、いろんな人たちがね、共同で使っているキッチンということなので、まあ、どんな風にね、収納していったらいいか、まあ、じっくりと見ていただければと思います。じゃあまずはちょっとキッチンの方に行ってみましょうかね。はい、どんな感じかね、すごいなんか想像つかないみたいな。はい、はい、じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。さあ、キッチンの方にねやってまいりましたけれども、だいたいね3畳ぐらいですかね。だけどもまあこうね、普通にこうキッチンとか、この天井のね、戸棚とかいろいろあって、収納庫はまあそこそこね、そうですね、収納スペースは十分にあると思います。ありますけれども、ここにはどんなものが今存在してるんでしょうか。まあ、ホットプレートとか、はい、まあ、みんなで料理するものだったりとか、はい、あとは、まあ、お菓子とか、お菓子とかね、結構ね、今たくさんある。若い子はね、はい、お菓子必要ですからね。そういったのをどこにこう入れていくかという、そうですね、うんうん、さてということでルンルン、どうしましょうか。はい、はい、そうですね、まずはいつものようにですね、はい、何がどれだけあるのかというのをね、はい、把握しないといけませんの で、 で、ね、中身を全部出すということを。全部出しちゃいましょう。わ、はい、かりました。はい、冷蔵庫も全部出しちゃいますか。はい、入れ物はいいです。入れ物はいいです、ね、入れ物はいいの、はい、中身を全部、中身ですね、まあ、はい、冷蔵庫の中身はまあ別として、そうですね、それ以外のスペースを、収納庫だとかね、その辺にあるものをすべて一旦出して、はい、どんなものがあるかっていうのをねチェックしていきたいと思います。はい、それでは早速やってみましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。中身を全部出しました。ここに来ているのは食品系と調味料を出しました。他に残っているものはですね、お鍋とかそういったものはあまり数がありませんでしたので、この辺りを仕分けすることでぐっと、はい、収納がしやすくなりますので、ここから仕分けていきたいと思います。大体がお菓子ですかね。お菓子が多いですね。お菓子が多いですね。で、それぞれの、各自のお菓子とかいうふうに分かるようにした方がいいのであれば、そのようにしようと思います。
ますし、そうですね、お菓子と、乾物と調味料というふうに、種類別に分けていこうと思います。全て仕分けをし終わりました、はい、捨てたものはないですね。ですね、捨てなかったですね。ちょっとドキドキしてたんですけど、はい、ドキドキしてましたか、はい、仕分けた、内訳といいますか、こちらの方が、だいたい、ラーメンですとか、韓国海苔が多かったですね。韓国海苦の専用の一箱できてますね、というようなレトルト系の、はい、乾物レトルトがこちらの塊で、でこれが全部おやつですね、お菓子、うん、お菓子で、こちらの山が調味料と、飲み物、インスタントコーヒーとかね、うん、飲み物というふうに、仕分けをし終わりました、はい、ね、感想やってみてどうでしたか。いや、こんなにもすっきりするんだなと、捨ててないのになんかこう分かりやすくこうなったのがすごい嬉しいなと、はい、思います。ですね、こう種類別に分けないと、うんうん、全部埋もれてしまって使い切るということができなくなると思いますので、うんうん、今の軽症なうちにね、そうですねやっていただけて、はい、よかったと思います。またこれをね、この後また、はい、使いやすいように収納していきたいと思います、うん、はい、はい、では次回は、こちらのものたち、そして残っているキッチンのものたちを、使いやすいように収納していきたいと思います。はい、ルンルンのワンポイントアドバイスのコーナーです、はい、今回ですね、はい、まあ、結構たくさん、ちょっといろいろねお便りもいただいてますので、その中からね、ちょっと少し、その中から少し、ご紹介していきたいと思います、まずはですね、はい、松山市別府町にお住まいの、女性の方ですね、初めて番組を見させていただきました。ゆっくりとした感じで、番組が進んでいくのがとても心地よかったです。収納の悩みは、B5 から A3 ぐらいの書類やパンフレット、広告などの紙類、過去すぐに捨てるものじゃないものですね、うん、がうまくしまえません、重ねておいて、重ねちゃってね、ずっとそのまま、見るのも忘れてしまいます。綺麗にしまってまた取り出しやすくするにはどうしたらいいですかっていう、はい、ご質問なんですが、なるほど、はい、そうですね、B5 から A3 ぐらいの紙類ということですよね。よく上ね、引き出しなんかのところでしまっちゃって、ね、しまいがちなんですが、あれ同じ種類のものをガサッと入れておくんであれば、はい、引き出しのトレーはね、うん、有効だと思うんですけれども、はい、一枚一枚種類が違うものを上重ねると、もう何が何だかわからないし、このね、このお便りくださった方のように見ること見返すことがなくなるんじゃないかと思うんですね、はい、こういう場合はですね、A3 のサイズって結構大きいですよね。で、これは半分に畳んでいただいて、広告類なんでしょうかね、きっとそうだと思いますので、この A3 のは A4 サイズに畳んでいただいて、はい、それ以外のものは A3 より小さいと思いますので、はい、私も料理のレシピなんかを保存している方法なんですけれども、100円ショップなんかで、はい、クリアファイルの、クリアファイルというか、クリアファイルというか、ポケットみたいな、こうね、ポケットタイプのものですか、で、穴が、パンチの穴が開いてまして、はい、で、ルーズリーフに閉じるような、そういうのがね、売ってるんですね、フィルムだけの、あれをね、ご用意いただいて、で、じゃんじゃんその中に入れてくる、その中に入れていただいて、パチンというリングのね、パチンというファイルに保存していただいて、保存したいタイプのものそうですね、
はい、そうすると、はい、もうその一冊この中には見たいものが入っているということで、うん、で、また不要になったらすぐ、うん、差し替えが可能ですので、はい、そういったタイプのものに保存してみていっていただいたら、ね、まあ、まずはね、パンフレットと広告分けた方がいいかもしれませんね。そうですね、そういうふうに順番でね、分けていただくのもいいですし、またタグなんかつけていただいても、うん、見出しをつけていただくのもね、有効かと思いますので、重ねて上、重ねておかない方法を取っていただきたら、見返すこともあるんじゃないかと思います。そうですね、はい、いかがでしょうか。はい、では続いて、ちょっとご紹介したいと思いますが、はい、こちらはね、松山市宮西の、女性の方ですね。楽しみに見ております。たくさんの参考にしながら活用させていただいております。増税前に、はい、買いだめをした、調味料類の整理がつきません、教えてください、うん、ということ なるほど。調味料類ですね。調味料類ですね。増税前にですね、私も増税前に調味料を買いましたけれども、はい、まあ、いつも通り私はね、はい、ストック1本ずつということに決めてますので、うん、たくさんは買いませんでしたが、はい、どういった調味料類なのかというのがちょっとわからないんですけれども、増税前に買ったってことは同じものがこう何本もあったりとか、そうですね、はい、はい、ですからこれはですね、今後はなくなっていくと、うん、いうことで、はい、今後たくさん買いだめしない場合にでも使える方法なんですけれども、例えば醤油を買ったとしましょう、はい、で私現場でお宅をこう整理させていただくときに、はい、皆さんがよくやっている失敗例なんですけれども、やる失敗、やる失敗、はい、これをまずはやめていただくということで、はい、それがですね、はい、お醤油が3本あるとしますね、はい、そうするとキッチンの収納スペースのところに全部3本置いていると、ね、まあ、置いちゃいそうですね、置いちゃいそうですか、はい、で調味料で仲間だからといって、うん、醤油3本、油3本、うん、それはパンパンになるんですよ。で、そうではなくて、今使っている調味料だけを、うん、ね、キッチンのシンクのところには置いていただいて、はい、で封を切っていない調味料、はい、つまりストックは別のところへ、はい、スペースを作っておいてあげるというふうにしていただくと、はい、日々のところがね、パンパンにならずに済みますので、はい、そのようにしていただきたいと思います。はい、なるほどね、はい、さて、もう一つ、ね、ちょっとご紹介したいと思います、はい、松山市北井戸にお住まいのやっぱり女性の方ですが、はい、押し入れの収納に困っています、はい、布団はかさばるので、うん、押し入れがパンパンになってしまいます、うん、特に冬物と夏物の入れ替えをしたこのシーズンは大変です。なんとかすっきり収納できる方法があれば教えてくださいということなんですが、はいはい、なるほど。かさばる布団はもう圧縮袋で圧縮する、はい、ちょっと手間ではあるんですけれども、うん、衣替えのシーズンだけということで、はい、そこをちょっと頑張っていただいたらいいかなと思います。そしてですね、パンパンになる冬物のスペースを開けておかないとやっぱりいけないですね。そうですよね。ね、ここには冬物が入るんだということで、はい、その夏の間に何でもかんでもそこへ突っ込まないように気をつける、うん、ということですね。そしてその押し入れの中に、うん、そのお布団のスペースを確保するために、うん、他にそこで必要ないものが場所を埋めていないか、もしかするとそのお布団類以外のものがそこにある可能性がありますね、はい、ですからね、はい、もうお布団のためにそこはなるべく開けておくように、うん、するようにしてください、はい、で布団カバーなんかもね、うん、何種類ももし持たれている方がいらっしゃるならば、はい、そんなにねたくさんストックを持たなくても、うん、洗えば乾きますのので処分できる、ね、枚数はないかとか、はい、そういったことでスペースを有効に使えるように、はい、広げていってもらいたいなと思います、はい、ということでね、今回のように、まあ、いろいろまたご質問を、ね、いただきましたら、このワンポイントアドバイスのコーナーで、はい、いろいろね、ご質問にお答えしていきたいなというふうにも思いますので、はい、どしどし、皆様のね収納に関するお悩みですね。お悩みをちょっと聞かせていただいたらなと思います。はい、
なるべく細かくどういうお悩みなのかを、ね、書いていただけると、ちゃんとお答えできますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、ということでね、あと、まあ、このシーズンでなんかその他ちょっとアドバイスできるようなことってありますか？そうですね、はい、このシーズンですね、はい、私は実はですね、はい、皆さん年末大掃除っていうのをされると思うんですけれども、ね、この夏の暑い時に私は大掃除をするんです。ああ、なるほど。はい、何でもよく乾きますし。あ、そっかそっか、寒くないですから。今のうちに冬物の まあ、お手入れをしておくっていうのが。そうですね、窓ですとかね、カーテン洗ったりとかされるのはいかがでしょうか？はいはい、なるほど、はい、来たる冬のためにね、今準備をしておいたらいいんじゃないかなということです。はい、ということで、ルンルンのワンポイントアドバイスのコーナーでした。さて、ここからは清酒良品のコーナーです。今回はですね、無印良品松山店の方からお送りしていきたいと思いますが、ルンルン、はい、はい、無印良品さん、はい、無印良品さんといえばシンプルで機能的で、またアイデア商品、ね、満載の、はい、品物が多いですから、今日もきっと、素敵な商品をご案内できると思います。そうですね、もうこの8月に入って旅行される方なんかも結構多いんですね。そうですね、夏休みということでね、はい、そういった商品もいいのがあるといいですね。はい、ということで、早速、お届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さて、清酒良品のコーナーですが、まず最初は、無印良品松山店の大野さんに今日は、ご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。というか、ちょっとルンルン、何をほっこり落ち着いてるんですか？ちょっとなんか座り心地が良くてぼーっとしてました。ごめんなさい。あらら、何をしてるんですか？あ、これ実はスツールなんです。椅子じゃないんですね、それはね。椅子じゃないんだ。そうなんですよ。あ、じゃあちょっと持ち上げてもらって。はい、これ感じで蓋が開きますので、はい、はい、はい、これも収納ボックスなんですかね？あ、そうですね、はい、10キロぐらいは好きに入れていただいて結構です。結構入るんですね。で、まあ収納なので、こういった取っ手もついてますので、はい、持ち運びとかに、とっても便利ということですね。はい、持っても座れるということで。とっても便利だね。今みたいにこう、ね、座っても大丈夫っていう、まあ、割としっかりした構造になってるわけですよね。はい、ちょうどね、高さもぴったり、座り心地がいい高さになってまして、ほっこりしてしまいました。はい、ね、これ取っ手が入ってるから、お掃除道具も入れてね。あ、なるほどね。掃除しながら持ち込ん で、お掃除が終わったらちょっとほっこりと、ほっこりと休んでいただいてっていうのにね、とってもいいですよね。さて、それとこちらともう一つね、ご紹介していただく商品あるんですよね。あ、はい、はい、こちらが頑丈収納ボックスっていう商品なんですけども、はい、頑丈収納ボックス、はい、はい、とっても頑丈で、はい、上から座ったりする上の耐荷重が100キロあります。100キロもいけるんですね。で、大きいサイズとちっちゃいサイズとあるんですね。そうですね、はい、で、ちょっと今ここにないんですけど、これよりさらに大きいものもあったりしますので。あるんですか？はい、これはどういったものを収納するのがいいですかね、ルンルンね。そうですね、これも通常ですと、ガーデニングのグッズなんかね、入れたりしたらね、いいですよね。ちょっと、まあ、取り出していただくと分かるんですが、蓋がね、こういうふうにカチッと止められるようになっていてね、はい、こんなふうに開くという感じですね。はい、はい、屋外でも使っていただけるので、キャンプ用品を入れて、まあ、椅子も兼用していただいてっていう感じで。そうか、ここから物を取り出して、はい、その後椅子で使っちゃおうっていうね。いいですね。いいですね。ちょっと大きいお父さんでも安心ですね。100キロ、100キロあるとね、かもしれないですね。そうですね。はい、で、まあ、入れるものに応じて大きさね、小と大と、そして特大という形でね、はい、うん、あるということで。はい、なんかお子さんがちっちゃいとね、ブロックなんか入れたりするでもね、うん、いいかもしれないですね。バカッと、おもちゃ入れなんかにもいいと思いますね。おもちゃ入れもね、いいんじゃないでしょうか。はい、ということでね、これは何ができるんですかね。ポリプロピレン、はい、ポリプロピレン、はい、はい、ということで、まあ割と、まあ整理もしやすい感じですね。掃除も簡単でいいと思います。はい、で、いらんときは重ねてもらって。あ、なるほど、なるほど、はい、わかりました。じゃあ、ということで、ね、早速続いての商品ご紹介していただきましょうか。よろしくお願いします。はい、さて、続いての商品、何になりますでしょうか？ソフトキャリーバッグを紹介させていただきます。はい、
ちらになるんですけれども、はい、軽いですね。そうですね、ソフトのキャリーバッグになりますので、やっぱり軽さを重視して持ち運びしやすいようにしております、はい、とあと撥水加工を生地全体にさせていただいてますので、雨の日でも、はい、持ち歩いていただけるかと思います。そうですね、こういうちょっと、まあ、布っていうのかな、まあ、ソフトタイプの場合ちょっと雨の時なんかね気になったりするかもしれませんが、うん、まあ雨、ね、撥水加工されているということで、その辺の心配ないですね。これは、はい、機内持ち込みのサイズがございますね、はい、こちらとこちらが機内持ち込みができるサイズになりますね。はい、今はちょっとキャスターがすごく滑らかに動きますので、うん、結構女性の方でも、はい、軽々です回すこともできるってことかな。あ、くるくるも回りますね、はい、ですね。ストッパーもございますので、はい、転がってどっかに行っちゃう心配も、はい、ないですね。なるほど、ね、とても軽くて日常使いにもいいですよね。あ、最近はねこういったキャリーバッグをね、持ち歩いてる人結構いますからね。荷物たくさん買い物すると重たい、うん、そうですね、はい、はい、こちらで買い物とかもできるかと思います。はい、そして続いてちょっとご紹介いただく商品がここにあるということですが、はい、こちらのネッククッションになるんですけれども、はい、フィットするネッククッションという商品名になってるんです、はい、上の階の今人気のフィットするソファーの、はいはい、同じ素材でできているクッションなんですけど、かなりとっても柔らかい柔らかいですね、うん、フィットしますねこれはね、うん、なんかね柔らかい、はい、これはね、はい、お家でなんかこうちょっとテレビ見るときなんかもそうですね、使われてる方も多くって、首周りだけでなく腰周りとかに使って、はい、ちょっと腰の痛みとか、はい、椅子に座ってるときに使われたりとかしますね。はい、まあ、先ほどの、ね、キャリーバッグもそうですけども、うん、まあ、旅行にね出かけるときに、まあ、こういうのがちょっとあるといいなと思うんですが、ちょっとこれだと大きいのかな。そうね、ちょっとこうあれかもしれないですね、はい、もっと小さい折りたためるタイプなんかもございますね。こちらになるんですけれども、はい、空気で膨らませているタイプになりまして、はい、潰すとこれぐらいのサイズになるんです。いいですね、はい、ご旅行にはこちらの方がいいかな。これもいい感じですね、はい、うん、こういうのはよくむき出しになってますけどカバーがついてるんですね、うん、そうですね、ございます。でこちらの袋も一緒についてますので汚れる心配もないかと思います、はい、まあ、こういうのがあればね本当に、ちょっと長旅なんかでも楽なんじゃないかなというふうに思います、はい、ぜひねちょっと使ってみていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、もう一回、もう一つね続いての商品をご紹介していただきたいと思います。はい、さて大野さん、最後にご紹介いただく商品は何でしょうか。トラベル料品のこちらの小分けのボトルシリーズになります。小分けのボトルシリーズですね、はい、ずらっとありますね、はい、たくさんいろいろありますね。そうですね、はい、種類がいろいろございまして、ワンタッチのキャップタイプからスプレータイプ、ボトルタイプ、泡タイプまで各種取り揃えております。いろいろありますね、この、ワンタッチキャップですね、カッと入ってねピュッと出せる、はい、そして、こちらもワンタッチキャップタイプですね。はい、はい、素材が違って硬い。硬い、こちらソフトタイプで本来がね硬いのね、はい、うん、そしてこちらスプレータイプシュッとやつですね。これがこう結構シュッとやってビシャッと出ちゃうやつとかあったりするじゃないですか。ありますね。いかがですかこれは。こちらは割と小さいミストとして出てきますの で、はい、ご安心ください。はい、シュワッと出る感じですね。はい、ね、はい、そしてから、はい、こちらポンプタイプですね、はい、乳液や化粧水、あとシャンプーなど、やっぱりご旅行向けの方がよく買っていかれます。はいはい、こういったね、はい、ありますんでね、はい、そして、泡タイプ。泡タイプ、珍しい、初めて見ましたね、なかなか見たようなのはね出てきますね、うん、なかなか難しい、ね、仕組みなので、ね、大きさは1種類しかないんですけれども、ね、売れ筋です、ね、はい、そうですよね、こういつも使ってるものを、ね、詰め替えて持っていけるっていう、ね、各種タイプがあって嬉しいですね。そうですね、うん、はい、まあ、いろんな、ね、種類があるので目的用途に応じて、ね、使っていただいたらいいんじゃないかなと思うんですが、これになんかもう一つご紹介できるものがあるんですね。こちらバラバラでやっぱり持ち運ぶのは、はい、面倒なので、こちらのような
袋にまとめて、はいはい、持ち運びいただければと思います、はい、こういった形になってるんですけどフックがついてますので、はい、こういったところにすぐにかけられて、はい、あのすぐに使えるような、はい、あの便利なものになってます。大きさはこのタイプだけなんですか？こちらともう一回り小さいショーがございますね、はい、なるほど、はい、まあ、ちょうどねこれなんか今のこの辺の中ぐらいからちっちゃいサイズのねボトルとかが入る感じかな、ね、大きなボトルはこちらの大きなサイズに入れていただいたらいいんじゃないかなと思うんですが、はい、結構ね便利ですよねこういうのがあるとね。こういうのがあるとこうまごまごせずにねこれだけあの、ね、詰め込んでパッと開けてあのね意外とこうあの開けて割とこうテーブルの上でこ う, あのう出してね並べてね、うん、なんかしちゃったりして、ね、いうようなね感じで分けなきゃいけないくなっちゃったりするんだけど、これだったら開けてとけばね、そうですね、使えるという。これも撥水加工なんで洗面台とか気にせずに使っていただけます、はい、なるほど、はい、ということでね今回はまあ本当にあのトラベルグッズとしてねいろいろ、まあすごく使い勝手でいいものをちょっとご紹介していただきましたということで、大野さん今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。以上青春良品のコーナーでした。番組をご覧の皆様にプレゼントのお知らせがあります。さて、今回もですね無印良品さんから素敵なプレゼントがございます。大野さん、じゃあちょっとご紹介いただけますか。はい、無印良品がおすすめしているインスタント麺シリーズで冷やし中華とジャージャー麺と冷やし担々麺と冷やしごまだれうどんをプレゼントさせていただきます。はい、まあ、みんな美味しそうなんですけども、ね、これあの、まあ、乾麺なんですけどね、ちょっとまあパッと見た感じは生麺っぽい生麺みたい ね、そうですね、うん、はい、はい、あの日中や干しているこだわりの麺であのコシが強くてとても美味しいです、はい、とね、これもあの乾麺だけど本当にあの茹でると生麺のような感じのね食感が味わえるんじゃないかと思います。いろんな、ね、味がありますので、ぜひお楽しみいただけたらなというふうに思います。さて今回はですねこの、4つの品を、セットでお二人の方に、プレゼントいたしますので、どしどしご応募ください、以上、プレゼントのコーナーでした。お待ちしております。お待ちしてます。今ご紹介いただいたおすすめ麺シリーズ北海道産小麦粉使用冷やし中華ジャージャー麺冷やし担々麺と冷やしごまだれうどんの4つをセットで2名の方にプレゼントいたします。プレゼントをご希望の方は完成はがきに放送日、郵便番号、住所、年齢、番組のご感想などを書き添えて郵便番号 790-8509 愛媛 CATV ルンルンの整理収納術プレゼント係までお送りください。今回の応募の締め切りは9月末までとさせていただきます。はい、ルンルンの整理収納術いかがだったでしょうか。今回のね、シェアハウス、はい、面白かったですね。はい、いろんな国のね、人たちが集まってくるっていうね、はい、ところで、ビフォーアフターの、まあ、今回はねビフォーの方をね、見ていただきましたけれども、ということでプレゼントの方もですね、どしどしご応募、はい、ぜひご応募ください。そしてまた、自分のところをね整理収納、はい、やってほしいという方ね、いう方いらっしゃいましたら、はい、番組の方まで、こちらの方にですね、どしどしとご応募いただけたらと思います。さてということでまた次回もですね、はい、先ほどのシェアハウスの、後半、アフターの方も ね、また見ていただきたいと思いますので、お楽しみにしていただけたらと思います。それではまた、次回お会いしたいと思います。さよなら。